はい、どうも。本日もご視聴いただきありがとうございます。瀬名本です。じゃあ、ちょっとですね、あの、今回の質問というか感想に近いかな。これ、えっと、読み上げたいと思います。なかなかね、頑張って読み上げなきゃいけない文字量なんだけど、これぐらい熱く書いてくれるのは逆に嬉しいです。じゃ行きましょう。えっと、前期の講義お疲れ様でした。お疲れ様でした。とても楽しい講義で、対面でやりたかったなと思いました。 楽しいだけでなく、自分の成長にもつながりましたし、とても勉強になることが多い講義で大満足してます。また、LINE でお知らせを送ってくれたり、Twitter もフォローしてくれてありがとうございました。えっと、日頃のツイートめちゃくちゃ見てます。えっと、私のいいね欄はしょうなくて、くすっと笑え,る笑えるようなツイートばかりなので、よかったらきだけ見てください。最後になりますが、このと講義取ってよかったですと。 この,この方ですね、結構まだ続くので、ここをまず解説というか、あの、教育関係者の方も見てらっしゃったりとか、あと、学生の方にも参考にしていただきたいような文明あったので、ちょっと解説というか、えっと、補足等をさせてください。えっとですね、まず、この対面でやりたかったのと思いましたっていうところですね。対面でやりたかったらこれもごめんなさい、本当に。ただね、あの、なんだろう。この、なんかね、200人の大教室で僕が喋ってる感じと、YouTube でがっつりワン,オンワン,オン,オンっていうか、 まあ、近場で喋ってるような感覚は、ちょっとまた違うもんがあると思うので、あなるべくちょっと並行してやっていった方がいいのかなっていうのは最近思っているので、ちょっとその辺は考えたいと思いますね。ただ今年、あと去年ですね、去年の学生に対しては本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいです。あの、対面の授業、僕の、僕らっていうかコロナ情勢の問題でできなかったので、あの、それは申し訳ないですね。あの、なかなか大教室の授業を開放されるってことはなかった。 感じなので来年はもしかしたらできるかもしれないんで、もし、来年もし大学いらっしゃったら遊びに来てくれてと嬉しいです。で、あと、とても勉強になることが多い講義で満足してます。ありがとうございます。と。で、LINE でお知らせを送ってくれたり、Twitter もフォローしてくれてありがとうございましたという話なんですけど、これね、全然、ね、なんだろう。 あの個人的にいろいろとやり取りさせていただいている方も多いので、全然、あの、なんか、僕こそフォローいただきありがとうございましたって感じですね。<laughs> ごめんなさい。日頃のツイート見てますとか、そういうのはすいませんあの。ありがとうございます。ただですね、僕ツイッター、あの個人の,あの、なんだろう、仕事用に使ってないんで、あのくだらないツイートばっかりでごめんなさい。はい。じゃあ次行きましょう。あとは、あれ、そうだ、講義、ね、講義を取って本当によかったです。これはありがとうございます。じゃあちょっと次のページ行きましょう。あ、 違うわ。これは、この方はこれで終わりなのか。あ、違うわ、違うわ。この方の続きでしたね。失礼しました。はい。で、もし、この先、野本教授の授業がありましたら、積極的に取ろうと思います。どうか分からずには気をつけてお仕事頑張ってください。かけながら応援してます。本当にありがとうございましたと。ありがとうございます。あー、で、これちょっと少し補足しよう。あのー、 ここ近年の学生の方、本当申し訳ございません。本当はですね、僕、ブランディング論とインターネットマーケティング2科目持ってたんですよ。で、それが今1科目に減ってまして、まあ僕は希望したとかそういうわけじゃないんですけど、カリキュラム上1科目減ってるんですよ。なので、えっと、ごめんなさいね、本当はね、ブランディング論とインターネットマーケティング、セットでやったほうがうまくいくんですよね。だからそれちょっと申し訳ないので、何かしらで補足したいなっていう気持ちはあるんですけど、ちょっとそこまで手間回ってなくて申し訳ないです。 はい。えっ、ー、と、陰ながら応援してますと、あの、陰じゃなくて、表立って応援してくれて嬉しいなっていう選択を言わせてくださいっていうのと、あと、僕も皆さんのこと陰ながらじゃなくて、結構、あの、表立ってですね、なんか手伝えることだったら、手伝えるっていうか、なんか協力できることだったら協力させていただきたいと思ってるんで、あの、それはいつでも連絡ください。じゃあ次行きましょう。はい。ぜひ、えっ、ー、と、お疲れ様でした。とても楽しい授業でした。飲みに行きましょうと。ちょっと水飲まして。はい。ありがとうございます。で、 えー、楽しい授業でした。ありがとうございます。僕も楽しかったです。やってて。うん、皆さんからのね、なんか毎回の回答を読んでるのは面白いんですけど、まあね、えっと、ああ、まあそういう、ありがとうございましたと。飲みに行きましょう、うん。いいっすよ。あの、いつでも連絡ください。あの、全然、うん。だからね、コロナ前の学生たちはリアルな授業の場があって、その、ゲストの方が来たら手を挙げて焼肉連れてってもらえるとかあったんですよね。 まあ別に僕がそれやってもいいんだけど、まあ、いかんせんね、なんか、確かに、あの、リアルで会ったことないっていうのは壁になってるかもしれないから、ちょっとね、考えます、これ。でもまあ、こういうの嬉しいです。じゃあ次行こう。えっと、平本先生はご自身のことをキャと言いますが、どう私もどうせ陰キャなら先生のように仕事ができる陰キャになりたいです。ありがとうございましたと。えっと、なんかいろいろ突っ込みごろあるんですけど、丁寧に突っ込みたいと思います。まずね、 えっと、僕はインキャーなんですよ。あの、うん。よく沼にはまってるインキャーですあ。沼ってなんかの、なんかにはまるってことです。最近だとなんかあの、ジャニーズで美少年っていうチームがあるんですけど、うん、知ってる人は多分知ってると思う。あのジャニーズのことは悪く言わない。し、僕は美少年好きなんですよ、実は。あの美少年好きって言うとやばく言うの、かごめんなさい、えっと。美少年っていうグループが6人いて、で、 浮所君が一番好きなんですけど、あの、最近なんかね、な那須君も好きだったりとかするんですけどね。ただ、大将君が何気にいいんですけどね。大将君単発になってるからさ、あの、単発の大将君悪くないなと思って見てるんですけどっていう感じで、あの、ちょっと曲聴きながら沼に入っちゃってるような感じのことはたまにあるっ,すっていう話なんですけど、ごめんなさい、これ、えっと、大事なのはこの後半からだ。あの、仕事ができる陰キャになりたいと思いましたっていう話なんだけど、 別に僕そんな仕事できるわけじゃないんですよ。仕事できるわけじゃないんですけど、ただ、なんだろう、その、みんなとコミュニケーション取ってみんなでガヤガヤやるみたいなのが苦手なんですよね。陰キャだから。なんか、その、あ,あれは別の世界の人たちとか思っちゃうわけですよ。っていう時に、僕の中で出した結論が、なんかプロフェッショナリティがあれば、別に陰キャでも全然問題なんじゃないかなとよく思うわけですよ。だから僕、コミュニケーション能力が結構低いので、あの、 やっぱり技術でカバーしてるんですよ、コミュ力は。ただやっぱり出るんですよ。みんなでワイワイやってる時に、一人で隅っこにいる方が楽な自分が出るわけですよ。でも、そこにおいて、なんだろう,うーん。みんなとワイワイやって力を出せる人もいると思えば、自分の好きなものを自分の好きなように作ってうまく力を出せる人もいると思ってて、僕は後者なんですよね。自己表現の人。 そういう意味では、あの、仕事ができるっていうよりも、一人で完結できるタスクがあるっていう考え方にしてますね。そういう人間であろうと思ってます。じゃあ次行きましょう。えっと、講義への感想。まあ、この辺とかですね、もう学生からの質問じゃなくて本当に感想なんで、えっと、次回お答えしたいと思います。本当にですね。あの、だからあの、まあ、教育関係者の方の方の方がもしかしたらこれ役立つかもしれないので、その視点で答えていきたいと思います。では、えっと、また次回よろしくお願いします。では。